こんにちは、未来です。皆さんは日産自動車が開発する全固体電池をご存知でしょうか？自動車業界は着実に脱ガソリン車の流れが強まっています。ガソリンエンジン車から電気自動車へという流れが業界全体で見受けられますが、その中でキーテクノロジーとなるのがバッテリーです。バッテリーの性能は電気自動車にとって重要になる航続距離に直結し、自動車メーカーには性能が良くて安くて安全なバッテリーの確保が課題となっています。そんな中で日産自動車が導入を目指しているのが全固体電池です。今回は全固体電池についてフォーカスしていきます。日産が試作中の全固体電池生産設備を初公開。日産自動車が電気自動車 EV 向け全固体電池の開発において、電池セルレベルで電解質が液体の現行のリチウムイオン電池と比べ約3倍の急速充電性能を達成したと発表しました。土井和弘常務執行役員は、通常充電性は低温になると悪化するが、常温の25度 C でも良好な充放電ができると述べています。日産自動車は全固体電池への投資を強めており、全固体電池の量産に向け24年度までに横浜工場に生産ラインを整備、26年度までに1400億円を投じる計画を発表しています。28年度までに現行電池と比べ充電時間を3分の1、エネルギー密度を2倍に高め、価格競争力にも優れる全固体電池の実用化の達成を掲げています。さらに2028年度の実用化を目指して研究開発を行っている全固体電池の積層ラミネートセルを試作生産する設備を初公開し、計画の順調な進捗をアピールしています。試作中の全固体電池の注目すべきポイント。全固体電池はシンプルに言えば、電解質が液体ではなく固体である電池のことです。電解液がなく、正極と負極の間に電解質セパレーター層のみで構成されます。現状主流のリチウムイオン電池では、電解液に有機溶剤系の材料を使用しています。そのため液漏れ、発火、破裂などが生じてしまうことがあります。有名な事故としては、スマートフォンやノートパソコンの発火、破裂事故です。これを受けて事故が発生しないようにバッテリーのオペレーション機能が強化されましたが、性質としてこういった事故につながりやすいという部分は問題点とされてきました。特に電気自動車に導入する場合は、人の命を預かる商品であるため安全性は絶対です。ただ日産自動車はリーフには電解液のリチウムイオン電池を導入し、全世界で累積6億キロメートルにも及ぶ走行の中で、リチウムイオン電池が発火するなどの大きなトラブルに見舞われたことはなく、高い安全性を担保しています。そんな中でも全固体電池の開発に取り組むのは、航続距離、充電時間、バッテリーコストという3つの課題解決を目指しているためです。航続距離、充電時間、バッテリーコストはガソリンエンジン車と比較した電気自動車のウィークポイントともされている3つのポイントです。しかしそれを全固体電池によって解決してしまおうと目論んでいます。日産が開発している全固体電池は、従来のリチウムイオン電池に比べて約2倍のエネルギー密度とすることを目指しています。つまり同じ大きさで2倍の電気量、これによって航続距離を伸ばすという考えです。バッテリーとしての性能が向上することに成功すれば、一般車だけでなくスポーツカーなどの車としての圧倒的な性能が求められる分野の車開発でもメリットを発揮します。特にスポーツカーファンは
圧倒的な速さを求めており、圧倒的な性能でなければなかなか受け入れてもらえません。次に充電時間については、急速充電時の発熱をどう抑えるかというのがポイントです。全固体電池は電解質が固体であるため温度上昇に強いという特性を持ちます。この特性を生かして充電時間は従来の3分の1とすることを目指しています。最後にバッテリーコストは、全固体電池の生産体制を整えることで1キロワットアワーあたり75ドル程度を目指しています。さらにその後は EV がガソリン車と同等のコストレベルとなる65ドルまで低減可能なポテンシャルがあると試算しています。この目標を達成すれば車両のコストも現状のエンジン車と同等以上となります。これら3つを全固体電池で達成し、日産自動車は電気自動車のイニシアティブを握りたい考えです。写真から見る試作生産設備、量産へ向けての壁となるのは量産技術です。全固体電池を製作することはできても、それを量産するということはまだまだ世界でもノウハウがないのです。さまざまな意味、日産自動車としては挑戦となるこの計画ですが、もしも電気自動車のスタイルとして全固体電池がスタンダードとなれば、日産自動車は大きな躍進となるでしょう。日産の研究開発を担当している副社長の中黒邦夫氏は、日産は分子レベルのバッテリー材料研究から安全で高性能な EV 車両開発、さらには EV 蓄電池として活用した街づくりまで幅広く研究開発を行い、電動化技術をリードしてきました。過去の経験から得られた知見は全固体電池の開発を支えています。全固体電池については重要な要素技術が積み上がってきています。今後開発部門と生産部門で一体となって、この試作生産設備を活用し全固体電池の実用化を加速しますと述べています。日産の EV 新時代、日産の全固体電池をゲームチェンジャーにする、この言葉は日産の大きな野望でもあります。長期ビジョン、日産アンビション2030の中で、今後5年間に電動化の技術革新へ総額2兆円を投資すると発表しています。こうした動きを強めるのは、世界市場が急速に脱ガソリン車の流れが強まっているためです。欧州委員会は2035年までに欧州域内で発売する新車 100% を事実上 EV または FCV 燃料電池車とするとの規制強化を発表しています。ヨーロッパの中で自動車産業が盛んなドイツ勢を中心に、欧州自動車メーカーや自動車部品メーカーの各社は EV シフトに向けて次世代電池の研究開発を加速させています。世界に先駆けて2010年に大量生産型の EV リーフの量産に成功した日産自動車としては、次世代 EV ビジネスでも主導権を握りたいと考えています。そこで重要になるのがバッテリーコストです。 EV 全体のうちバッテリーが占めるコスト割合は3分の1程度と言われており、バッテリーコストを抑えることで車両価格全体を抑えることにつながります。電気自動車のシェアを確保するためには車両価格を抑えることは非常に重要です。価格を抑えることができれば、必然として出荷台数を伸ばすことができます。出荷台数を伸ばすことができれば、それに伴って生産のノウハウや生産に関するスキルが向上するという良いスパイラルに持っていくことも可能なのです。もちろん課題はありますが、日産自動車としては全固体電池を開発できなければ将来がないという覚悟を感じるほど力の入れようです。
日産自動車が力を尽くして開発する全固体電池に注目です。まとめ。ここまで日産自動車が開発を進める全固体電池についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。自動車メーカーは変革の時代を迎えており、ガソリン車の時代は終焉を迎えようとしています。まずは電気自動車に自動車業界の主役は移っていくことは確実視されています。電気自動車にしてもどういったタイプのバッテリーを搭載するかなど、まだまだ自動車メーカーごとにそれぞれが独自路線を目指している状況です。日産自動車としては今後も世界市場で戦っていくために、何としても電気自動車の開発生産技術をレベルアップさせていかなければならない状況にあります。日産は大量生産型の EV リーフの量産に成功し、電気自動車に関するテクノロジーはかなり高いものがあります。だからこそ日産の全固体電池をゲームチェンジャーにするという方針を打ち出したのだと思います。これから日産自動車は全固体電池をバッテリーとする電気自動車を打ち出してくると予想されています。それがどういった電気自動車となるのか、ユーザーとしては注目していきたいところです。それでは最後に質問です。皆さんは日産自動車が開発する全固体電池についてどのように思いますか。ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。